自分の可能性にチャレンジしたかったから、もう可能性が見えちゃった野球界じゃないとこ行ったのか。そうですね、しみるわ。その経営に近いポジションにやってみたい、うん、っていう時にコーチングの仕事と出会ったんですね。何やったコーチングって。コーチングの目的っていうのはお客さんを望む形で望むところに連れていく。野球選手でしょ、学歴すべてじゃないって俺も言ったんですけど、高卒でしょみたいになるじゃないですか、うん、東大に行ってもうゴールドマンサックスに行って、うん、こういう人ほどコーチング喜んで面白がってあげます。へえ。予想されるの半端じゃなかった。1日目は大荒れみたいな感じ、何を連れてきたんです、元プロ野球選手の仲間のやつを呼んできやがってみたいな、うん、やるしかねえかっていうふうにやり始めると、うん、結果出ますよね、行動を起こしたで結果ジョージア出始めて2ヶ月で経常利益3倍になったんですよ。すごくないですか、本当ですかそれ。なんでそんなことが可能なんだ。ベースのところに何かあるんですか。で本も出したんですよね、はい、パラパラって見たら面白そうだったのが、言葉を変える、言葉はどう変えておくんですか、ね、すみませんスプーンが落ちちゃったんです、変えてもらっていいですか。何がなんですか。スプーンが落ちちゃうことはないんですよ、うん、お前が落としたんだって話。今回テストができなかったじゃなくて、私テスト勉強しなかったってことか。そうそう、テスト勉強しませんでした、うん、でいいじゃないですか別に。究極の自責思考だな。高橋さんって最終的にどういう人生を送っていきたいんですか。どういう人生を送っていこうかっていうことを決めないっていう感覚ですかね。決めてもいいし決めなくてもいいんですけども、うん、で1年目設定、まあ体壊すぐらい頑張って、じゃデータアナリストやってライターもやって、でお金も出てきて楽しいな。 で2年目に、うん、ライターの仕事をもうちょっとちゃんとやってみたかったんですよ、はいはいはい、物書くっていうのは、はい、もうちょっとちゃんと勉強してみたいと、うん、いうことでコピーライターの学校に行ったんですよね、うん、宣伝会議をやってるコピーライター養成講座に通って、うんうん、これがもう本当に面白かったんですよ。宣伝会議のやつ、はい、うん、本当に面白くて、100人ぐらい受講してるんですけど、はい、大学生が多いんですよね、うん、大学生はまだみんな寝てるんですけど、うん、なんでこんな面白いの寝てんのかなぐらいの感じで面白かったんですよ、うん、現役のコピーライターが実際に教えに来て42回も授業があるわけですよ。そうなるんだ。はい、もう本当に面白くて、うん、これはすごいと。でコミュニケーションや言葉や、うんうん、クリエイティブっていうのがものすごい興味があったんですね、うん、これは面白いって。もこれ別に電通や行動に入るわけじゃないし今から、はい、入れるとも思えないし、うん、どうしたらいいんだろうかっていう時に、うん、そうはいってもビジネスに興味があったんで、うん、経営に近いポジションにやってみたい、うん、ところが僕が何か起業して経営するほどの何やりたいことは別に特にない、うん、ところが経営に関わる仕事をやってみたい、うん、それも言葉やなんかコミュニケーションに使った何か、うん、っていう時にコーチングの仕事と出会ったんですね、うんうん、まあ、コーチングで企業の中に入っていって、うん、まあ、言葉やコミュニケーションを変革するっていうことをきっかけに、うん、企業の業績を上げたり文化をこう再構築していくみたいな、そんな支援をする仕事なんですけども、うん、まあ、そういう仕事をしている人と出会いまして、うん、これだと。宣伝会議の関係で出会ったんですか。いや全く関係なく、うん、でもそういうことやりたいと思ったら出会った、はい、うん、これだなと思って、うん、これをどうやってやっていこうかということで、まあ、その弟子入りしてみたいな感じで。そうだよ、弟子入りさせてください、まあ、弟子入りさせてくださいというか、 なんかまあなんとなくこのそれをこうそこの業界に入れるようにこう、うん、ついていって、うん、こう見て、うん、みたいな感じで。その人どういう人だったんですか。まあ、コンサルタントですよね、まあ、コーチングとコンサルタントとやってて、でそんなこんなやってるうちに、うん、これはすごい業界だなと、うん、コンサルタントやコーチングをやってると、うん、同時にいろんな企業と関わるじゃないですか、うん、そうするといろんな業種や業態や経営者、うん、経営幹部、うん、登場人物、うん、同時にいっぱい関われるじゃないですか、うん、すごい楽しいんですよね。ああ面白い業界だと、はい、うん、で仕事すればするほどここに僕の方に知見がたまるじゃないですか、うん、この業界の KPI はこんな感じだなとか、あこの業界でこういう問題が起きやすいんだなとか、うん、この業界ってキャッシュフローこれぐらい のタイムラグがあるんだなとかっていうのを、うん、すごい分かっていくわけじゃないですか、うんうん、別に PL とか BS とか勉強したことないですけど、うん、それも毎日触れるんで、うん、それ勝手にこっちの血肉になっていく感じですよね、うん、そうするとあなるほどちょっと BS のバランスが悪いなと、うん、まずはこれは営業成績を上げる前に、うん、財務の問題をきれいにしなきゃいけないなとか、うん、あこれ完全に営業の問題だなとか製品の問題だな、うん、マーケットの状態が悪いなとかっていうのを何となく分かってくるようになる、うん、仕事しまくってると、うん、だんだんのめり込んでいって、うん、どんどんこうお客さんが増えていったっていう感じですね。すげえ。あそうか、じゃあ初めはコピーライター的な世界に触れてて、でコミュニケーションとかでこう企業とかあるような仕事をしようとしてて、なんとなくそっちに入ってたっていうのが。そうなんですよね。今の KPI とか具体的なビジネスのスキルの話は後付けなんですけど、うん、基本的に僕はコーチングに徹するのであれば、うん、何にも知らなくていいんですよ、うん、業界情報、うん、数字のことビジネスのこと、うんうん、だからまさにお前は高卒のプロ野球選手に何が分かるんだと、うん、いうことなんで、いや本当に何も分かりませんと、うん、何も分かりませんが、うん、コーチングに関してはプロフェッショナルですという話でいいんですよね、うん、コーチに徹する、そもそも、はい、そっかコーチングから入っていったわけですね。そうですね、はいはいはい、でただバランスシートとか見てるからどんどん覚えちゃって、そう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 、コンサル領域に踏み込めるようになっていったっていう話流れか、はい、
すげえ。コーチングって俺ちょっとあんまり、ちょっと普通、まあ、テレビ局ってその普通なんかよくわかんない会社なんで、コーチングみたいなことをやる受けることなかったです。何やってた、はい、コーチングって諸説あるんですけど、うん、コーチっていう言語 の、 あの語源は、うん、あのハンガリーのコーチェって村があって、うん、ここで作られた、あ、コーチって村があって、ここで作られた馬車なんですよね、うん、これが語源とされてます。馬車、馬車、うん、なんでコーチってブランドの、うん、ブランドモチーフは馬車ですよね、うん、なんでこの語源からするにコーチングの目的っていうのは、うん、クライアントお客さんを望む形で望むところに連れていくっていうのが、うん、コーチの役目なわけですね。そうするとコーチングで行われるコミュニケーションっていうのは基本的には質問すること、うん、どこに行きたいんですかっていう質問、うん、どうやって行くんですかっていう、うん、基本的にこういうコミュニケーションによって相手から答えを引き出していくっていうのが、うん、コーチングの基本的なコミュニケーションというふうに言われてます、うんうん、その過程で顧客っていうかクライアントの思考が整理されていくってことですか。そうですね、はあはあはあ、それが1個、うん、まずお客さんのクライアントの思考を整理する、うんうん、これ1個ですね、うん、あとは思ってもみなかったことを引き出していく、うん、あとは言ってることとやってることを一致させていくっていう、うんうん、こんな感じですか、ね、そこにそうか客観でアドバイスしていく、はい、へえ、じゃあそうコーチングから入って、でもじゃあちょっと意地悪な言い方しますけど、いや普通にバリバリとやってるビジネスパーソンが、野球選手でしょみたいな、はい、しかも言い方が学歴すべてないって俺も言ったんですけど、まあ、見方によってはいや高卒でしょみたいになるじゃないですか、わ、うん、かんの俺の気持ち、俺早稲田だよみたいになるじゃないですか、はい、それは。それはね、もう早稲田も東大も京大もいっぱいいますよね。ねえ、ええ、そんな中にいてこう普通俺、まず俺だったらね、はい、怖くて物言えないけど、ええ、仮に物言ったとしても、はい、はぁみたいになるじゃないですか。なんなかったんですか。意外になんなくてですね、これが不思議なほどにというか、うん、優秀な人ほど、優秀とされてる人ほど面白がってコーチング受けますね。やっぱそう思っちゃうな、うん、二流だからなのか。なんか、うん、ピッカピカの経歴の人いるんですよ、うん、それはもう本当に東大に行って、うん、もうゴールドマンサックスに行って、うん、でこっからバチッと、うん、あの経営者にこの会社に呼ばれてきましたっていう経営幹部みたいな人も、はい、まあ、最大層すごい経歴だなと思うんですけど、うん、そういう人ほど、うん、コーチング喜んで面白がっておけますね。へえ、そうなんじゃあ、そんなそういう予想されるの半端じゃなかった、あったのかもしれないですけど、僕がそれを感じてないだけかもしれないですけども、ああでも自分で自覚しなかった、うん、あんまなかったですね。へえ、みんな何面白がってくれたんですかね、高本さんは。コーチングは多分、まあ、そもそも受けたことがないじゃないですか。そういうことを受けたことがない、うんうん、だからこの基本的には個人のコーチングというよりは組織のコーチングなんで、うん、企業全体をコーチングしていくってことになった時に、うん、まあ、経営幹部で実際に今どんな問題を抱えているのかっていうのを全員が棚卸しをするっていう機会、うん、それ全員で共通の目標を持つっていうこのプロセス、うん、共通の目標を持ってそれをどうやって達成していくのかっていう役割分担して具体的な戦略を作っていく、うん、でここにどうやってそれを実現していくのかっていうマネジメントの流れも全部作っていくっていうのを全部全員で作り上げていくんですよね、うん、でこの流れをだいたい体験して僕とのコミュニケーションとかっていうのを皆さんがこう踏まえていくと、これは面白いと、うん、本当になんか長年言ってるだけで達成しなかったやつが達成するかもしれないっていう、まあ、気になってくれるわけです、ね、うんうんうん、それで僕が、まあ、気になるだけでは何も起きないんで、それを具体的に中身を支援していって、うん、背中を押し続けていくって感じですかね、うん、今はね、今聞けば高森さんも結構経験重ねてるからそうなんだろうと思うんですけど、1社目どうだったの。いやそうなんですよ、本当ね、1社目はどんな感じ で何がそれ次の継続つながったか気になるんですよね。これはね本当に1社目 の、うん、あの契約をしていただいた社長に感謝なんですけども、1社目どういう契約、まず契約はこの社長がですね、うん、野球が大好きな社長なんですよ、そもそも、で僕が週刊ベースボールに、うん、僕の記事が載ったんですね、うん、引退してなんかちょっと頑張ってるやついますよっていう、それを見てFacebook でダイレクトメッセージ送ってくれたんですよ。何か頑張ってライターやってますみたいな。いやいや、もう僕の記事してますみたいな、僕の記事を全然コーチングする前だったんですけど、うんうん、僕の記事を取材して書いてくれた、まあ、引退して頑張ろうとしてる人がいます、うん、なるほどなるほど、まだ何もやってないみたいな記事があって、うん、これを読んで、うん、Facebook でダイレクトメッセージ送ってくれました、うんうん、で会いますと、その時僕コーチング何もやってなかったんで、うん、で応援してますみたいな、ありがとうございますとか言ってご飯食べて、うん、でその年に 1,2 回ご飯行くかなぐらいの感じだったんですよ、うんうん、で全く違う要件でコーチング始めたばっかりの時に会いに行って、うん、でなんか雑談して帰りましょうかってなった時に、うん、あ社長僕コーチングの仕事始めまして、うん、今度提案させてくれませんかって言ったら、うん、今提案していいよって言われて、うん、じゃあおおっつって、でじゃあさせてくださいって提案したら、うんうん、なんか分かんないけどやるようちがって言って、うん、マジっすかみたいな感じで、うん、まあ、この会社経営者のメインの会社と、まあ、子会社がありまして、うん、この子会社でやってみようかと、うんうん、で言ってこの子会社でやったわけです、うん、割と歴史のある会社だったんで、うん、あんまりそのコーチングコンサルティングも入ったことがない、うん、本社の方には入ってるかもしれないですけど、うん、こっちの方には、ね、うん、で平均年齢55歳みたいな感じの、うん、まあ、古い感じの方々がいらっしゃる会社に、うん、急に僕のような人が入ってきて、うん、目標設定みたいなのが始まるわけですよね、うん、
なんじゃこれみたいな感じ でした、うんうんうん、もう本当に1日目は大荒れみたいな感じで、うんうん、誰を何を連れてきたんだ社長みたいな、うん、野球好きだからっつって、うん、そんなもっとプロ野球選手のわからんやつを呼んできやがってみたいな、うんうん、ビシビシ感じますよね僕は、うんまあ、感じるんだけども、まあ、淡々と進めていって、うん、行って、うん、で1日目が終わり2日目迎え、うん、3日目迎えってなると、うん、これ本当にやるんだなって気になるじゃないですか、うんうん、ここはあ続くんだな続くんだなこれみたいなダメだ一回続くんだこれはそうで僕当時ビジネス経験全くないんで、うん、分かんないわけ何言われても、うん、そうですよね特に分かんないんで、うん、目標は何ですかと、うん、これも決めたみんなの目標決めました、うんうん、課題は何ですかと、うん、これが課題ですと、うん、何やるんですか、うん、いやできない理由言ってくるわけじゃないですか、うんうん、とはいってもこんな事情があってその事情が僕理解ができないんで、うんまあ、分かんないですけど、うん、やるんですかやらないんですかみたいな感じで僕はもうまっとうになんか進めるしかない、うん、あれが多分良かったんでしょうね逆にそう、うんうん、だからこいつ多分通じない話だと、うん、ということでやるしかねえな、まあ、ごまかせないんですよ、うん、続いちゃうから、うん、また来たこいつみたいな、うん、でやるしかねえかというふうにやり始めると、うん、結果出ますよね行動起こしたら、うん、やるからな、はい、で結果じわじわ出始めて、うん2ヶ月で経常利益3倍になったんですよすごくないですか本当ですかそれだったんですよで僕経常利益は何のことか知らないんですよそもそも、うんうん、で社長がびっくりして、うん、すごい成果が出た、うん、これ面白いと、うん、いうことで紹介してくれたんですよいろんな人社長の経営者仲間、はい、でその社長もまた買ってくれてリピートして買っていただいて、うん、そこから全部ガーッと広がってきた感じですねえちょっと何個気になる点あって面白そうで、うんまずそのコーチングのスキルはそのさっき弟子入りした人から教わったそうですねこういうことやるんだよ ってそこで勉強させてもらったそうです、ね、くっついて、うん、でその入ってそまあちょっと言える範囲でいいですけど抽象化していいですけどどういう会社でどういう課題があったんですかそれその会社は、うん、木工家具の会社木工家具の工場だったんですね木工家具の工場木工家具はいあのこういうテーブルとかを作ってる会社ですね、うんうん、でそれをオフィス用に納品するっていう、うん、オフィス用にオフィスの内装設計施工の、うん延長線上で家具も作ります重機も作りますっていう、うん、そんな感じだった、うん、本社はその業務を受けてきて、うん、でその業務から、まあ、割とこの内部で仕事を回してたみたいな側面もあったわけです、うん、もちろん外部からも仕事あったんですけど、うん、本社からの受注が多かったんです、はいうん、だった会社だったんですね、うん、で、課題というかミッションというかねあの目標設定もしたことがない、うんうん、で目標がなければも当然課題もないわけですよね、うん、で目標を初めて作ったわけですね、うん、ずっとと33年間売上が2億円で横ばいだった会社本社が実中ね、はいはい、これを 3.3 億円っていう目標を作ったわけですねほうできるかどうか分かんないけど、うん、作ってみたとそうするともちろん利益率っていう目標もそこに入ったんですね、うん、利益率っていうのを考えたことなかったわけですよ、うん、55歳の職人たち、うんうん、とりあえず来たものを作って納品、うん、以上みたいな感じだった、うんうん、なんである種結果はすごい出やすい環境だったんです、うんうんうん、ちゃんとやれば結果が出るっていう、うん、営業行為もほとんどしたことはない、うん、じゃあちゃんと営業するとそれで獲得できるよね、うん、じゃあ利益率って何なのっていう当たり前のことなんですよ、うん、端材を出さないってことなわけです、うんうんうん、仕入れた木を隅々まで使うっていう、うんうん、これがもうまあ作ったんで余ってるけどもバーンと捨てたっていうのを、うん、もう隅々まで使うと利益率は上がるじゃないですか、うん、その仕入れの原価が相対的に下がるって話なんで、うん、当たり前じゃないですか、うん、ところがやったことがなかったんで、うんそれを全員で問題解決をして、うん、確かにそうだね、うん、じゃあどれぐらいできるかってやりっていくと利益率がガンガン上がっていった、うん、で営業行為もしたことがなかった、うん、じゃあ自分たちでじゃあ今ある既存のお客さんのところに行ったら、うん、追加で何かを提案していこうよ、うん、提案するときにこういうふうに提案していこう、うん、全部作り上げていって、うん、やったら営業は獲得できる、うん、製造の方は原価が下がっていく、うん、みたいな感じで結果が出始めると面白くなっていくんで、うん、あれもこれもできるんじゃないかみたいな、うん、どんどん工場の環境も良くなっていって、うんどんどん業績が良くなっていってへえ何名ぐらいの会社だったんですか15人ぐらいかな15人ぐらいかで経常益3倍はいへえでそれ聞いたら確かにそうか社長面白いから前にやってどんどん仕事がも広がって、はい、でどうだったんですか広がり方は1年目がだから1社1年目に4社ぐらい行ったんですかねこんな感じで、はい、ほう社会人歴今でいうと2年目ですか今状態としては3年目ですかね3年目に突入してるのか、はい、はいはいでそれで、2012年に辞めて2015年、うん、2012年に辞めて13年がアナリスト時代、うん、14年がその勉強コピーライター勉強時代、うん、で15年から始まって、うん、でなんかじわじわちょっとそれって、はい、であとはもう今のに乗ってる感じそうですね2016年に法人登記して、うん、そこから仕事上僕の仕事上って言ったらいいですか僕の
会社の売り上げって言ったらいいですか、ね、大爆発しましたよね2016年で。いくらぐらいいったんですか。あの、ヒーローメーカーですよね、はい、うん、で2016年に登記して1年目で、うんうん、それこそプロ野球選手ぐらい行きましたよね。2016年1年目でプロ野球選手ぐらい行った行きましたね。コンサルフィーでもうバゴッと行きました。バゴッと行った、はい、でそこからはずっと上がってる。そこからもうずっと上がってますね。すげえな。向いてたんでしょうね、やっぱコミュニケーション。もちろんその、うん、後付けでビジネスに詳しくなっていくんですけども、うん、コーチングに徹していくんだったらあんまり詳しくならない方がいいんですよね、うんうん、なっちゃうと事情が分かっちゃうんで、うん、なんだろう、クライアントの言ってることを信じちゃうんですよね、うんうん、いやこういう事情があるんでできないんですよとか、うんうん、今マーケットの状態が悪いんでなんていうのは確かに悪いなとか分かっちゃうと、うん、こっちもなんかこう要求ができなくなっていくんですよね、うん、まあ、全く分からない状態で、分かってたとしても分からないふりをして、うん、コーチングに徹するっていうことを、うん、コミュニケーションをちゃんと起こしていくっていうことだったり、うん、まあ、誰が何を考えてるのかとか、うん、今どういう状態なのかっていうのを、まあ、幸いおそらくその辺の観察力がちょっと高かったのか、うん、まあ、昔キャッチャーやってたんで、うん、まあ、そんなことをずっと見る癖ができてたのか分かんないですけども、うんうん、だからまた目があったんだろうな。プロ野球選手の6年で学んだこともいっぱい、ビジネスパーソン的な目線で学んだこといっぱいあるけど、まあ、キャッチャーやってた でその経験からデータアナリストもやったじゃないですか、はい、だから結構分析と なんかそこら辺の目はあったんです ね、 多分ね、分析は好きですよね、うん、分析したり、どうやったら機能するのかっていうのをこう考えて、うん、こういろんなことをこう戦略を作っていくとかっていうのは好きなんでしょうね、うんうん、いやめちゃくちゃ面白いな。で、あ、ちょっと俺何分使っちゃったの、やべえな。あ、大丈夫です、まだね。で、そうやってコンサル業がじゃあこう乗ってくわけですよね、軌道に、はい、でこうなんだろう、高森さんのコンサルの特徴というか、まあ、いろいろいると思うんですけど、高森さんのコンサルの特徴は何なんですか。何なんでしょうね、うん、お客さんに聞いてみなきゃ分からないんですけども、シンプルになるってことなんじゃないですかね。一個は問題とかがもうやることがシンプルにしていくっていうことですよね、うんうんうん、いろんな業種業態に関わっていくんですけど、うんうん、基本的に問題はほとんど人の問題しか起きないんですよね、うん、で多くの場合は複雑になりすぎていて、うん、本来やることが見えてない、うん、本来出力すべき出力でされるはずの力が出ないっていうのが問題なんで、うん、それは交通整理して、うん、で綺麗にして、うん、実際の当事者のパフォーマンスを高めるっていう、うん、まあ、高めるっていうか取り戻すって感覚なんですけど、うん、ちゃんと出力できる状態に戻してあげると、うん、まあ、出力がうまくいくっていう、うん、そのためにいろいろヒアリングするわけですか。ヒアリングしたり、時にストレスを思いっきりかけたり、うんうん、ちょっと外側から外堀を埋めに行ったりとか、いろんなことを暗躍しに行くわけです。経営会議とかで。そうそう。へえ、どういうことですか、ストレスかけるって。もちろん社に構えてる人もいます、うん、社に構えてる人の方が多いんで、うんうん、そんな職業だと思ってます、うん、外部から僕は来ますから。知らん人ってね、外部のお前に何が分かるんだと、うん、もうそんな感覚じゃないですか、うん、基本的には。そういう時どうするんですか。で一向に構いませんよと、うん、その態度のままでも、うん、でも僕が評価できるのは、うん、結果しかないんで、うん、それどれだけ逆にその言いくるめようとしてくる人もいますよね、うん、味方につけようとして言いくるめてくる人もいるし、うん、まあ、俺はお前とは違う敵だという態度を取る人もいます、うん、僕はどっちでもいいんで、とにかく結果出してくれと、うん、とにかく結果出してほしい。で結果を出すってこの場でね、じゃあ契約を何件か取ってくるってできないんで、うん、この場でやってほしいことは人の話を聞いて自分の意見を言うことですと、うん、で自分の本当の話をしてほしいし、うん、この課題に対し会社の課題に対して自分の観点から向き合ってほしいっていうことを依頼するんですけども、うん、まあ、それすらもしない人いますよね、うん、いや特に分かりませんみたいな、うん、まあ、お前に言っても分かんないだろう、かっこみたいな、うんうんうん、そういう態度を取ると、うん、まあ、いいんですけどと、うん、会議出なくていいんじゃないですかっていう、うん、この時間もったいなくないですか、うん、みたいな感じの顔されるわけですよね、うん、いやいや何か発表するか出ていくかどっちかしてもらえますっていう、うん、意味ないんで、うん、この時間に価値を発揮しないんだったら出てください、うん、結構いますね。今どう考えても正論じゃないですか、うん、どうか正論をニコニコして爽やかに言うっていうのがまあ僕の仕事、うん、まあ、一個の、うん、あとは外部だからこそ言えることがいっぱいありますよね、うん、内部の社長が言っちゃうとパワハラになっちゃうとか、うんうん、とかなりストレスが強くかかりすぎるっていうのを外部の客観的な目から見て、うん、ああ、それ部長それいけてないですね、うん、全然結果出てないじゃないですか、うん、この1ヶ月何してたんですかみたいな、うんうん、ニコニコ言う、そうそうです、それ社長が言っちゃうと強く当たりすぎる、ちょっと横で言っちゃうとお前 何が分かるんだみたいな感じですけど、うんうん、僕は本当に客観的に結果出てないことをが数字で見えてるんで、うん、全然結果出てないですね、うん、どうしたんですか、うん、みたいな、これ体調悪いんですかとか言って、うん、いう感じですよね。コンサルってあれですか、社長からまずなんかこうミッションが与えられるんですか。社長にどうしたいんですかって聞きます、うん、この組織をどうしたいんですかって、売り上げを上げたいとか、売り上げ上げたいとか、
こういう感じにしたいと、うん、でそれを全部明確にガーッとしていって、うん、これやるのにどんな課題があるんですかっての聞いていって、うん、まず社長を聞くわけですね、はい、で高森さんがその課題解決するのは誰なんですかっていうのを、うん、会社の方の登場人物を聞いていって、うん、でこのメンバー集めて僕がその経営会議に出ていくってことですね、うんうん、でファシリテートしながら、うん、全員の言ってることをまとめて、うん、1個の形に見えるようにして、うん、それを具体的にブレイクダウンして、うん、具体的に行動を引き起こしていくっていうサポートですよね。それ何ヶ月ぐらいのスパンでやってるんですか。だいたい1年から3年ぐらいですかね。3年、はい、3年も契約できるのか。3年契約とかないですよ。あ、1個のあれかプロジェクトに対してのフィーなんですか。そうです。なんであの基本的に長くかかることはお互い分かってるんですけれども、うん、一旦契約は1年後で巻き直していくっていう。あ、そうなの。そんな感覚ですね。へえ。で3年かけてこう組織を改善していく。そうです。その過程で今みたいなやり取りがある、はい、へえ。いや、なかなかそうだよな。難しいの、知らない組織に入ってて、ほぼ敵みたいなところですもんね、大体ね。基本的に最初は全部全員敵ですよね。そうだよな。どうやって、まあ、懐柔するわけでもないですもんね。味方にしていけばいいってわけじゃない。結果を出させる、出していただくってことですもんね。はい。なんで、結果を出すために、こっちが正論ばっかり振りかざしても、うん、正論でも相手が聞かなきゃ意味がないじゃないですか。だから、まずは相手に聞いてもらえるっていう土壌をどう作るか。どうやって作るんですか、それ。これは、テクニックいっぱいあるかもしれないんですけども、うんうん、まあ、あの、なんていうんですかね。対岸に立ってない、同じ岸に立ってますよっていうことをどれぐらい早い段階で相手に分かってもらえるかっていう、うん、こっち側ですよ。そうです、うん、味方というよりは同じ岸に立って同じ側を見る人ですと、うん、僕はと、うん、相手反対側に立って君ここが言いてない、ここが言いてない、この会社ここが問題、ここが問題とかって指摘するのは僕の仕事ではないと、うん、同じ岸に立ってどこに行きたいかっていうのを明確にして、うん、で同じ岸から同じものを見ていこうっていうのをなるべく早いタイミングで、うん、共有してもらえるように働きかけていくっていうのは最初の仕事ですよね、うん、そっか。そこのまずスタンスポジションというかスタンスみたいなのが大事なんですね、一番ね。かなり大事ですね。へえ。なんかなんで、でもなんかさ聞いてたらだな、なんでと思ったけど、やっぱなんかそれどういうところからやってんだろう。そのさっきプロ野球時代ふてくされても結果出なかった時代とかいろいろ経験してきたじゃないですか、はい、そういうところから来てるんですか。やっぱそれも多分にあると思いますね、うんうん、どういう経験から自分の言葉を出してるんですか。いや、っていうのもコンサルやってたらマッキンゼーで働いてましたってなればいろんな経験もしてきてこう言えることいっぱいあると思うんですよ。ただ比較的初めの方は空っぽだったわけじゃないですか、はい、どういうことを思い出しながら喋ってたんですか。どういうことを思い出しながら、うん、思い出すっていう感覚じゃないです。コーチングに徹するって感じですか、ね、徹するのか、はい、目の前の課題の解決に徹してるのか。そうですね。すげえな。よくそんな全く、だって俺映像業界にいるんですけど、映像業界とか野球選手になるぐらいわけわかんない転職じゃないですか。なんでそんなことが可能なんだ。ベースのところに何かあるんですか。でそれで成果出してるわけですよね、はい、ベースのところに 何があるんですか。そのベースに何があるか知ってますね。探求心じゃないですかね。探求心、うんうん、なんかこうもっとうまくできるはずだみたいな、うん、もっとできるはずだっていう、なんか探求心というか好奇心というか、好奇心、なんかこう、うん、すごい純粋な何かがあるんだと思うんですよ、高森さんの中に、はい、うん、で結果が出ないっていうことは基本的にないんですよ。あのやり続けたら必ず結果出るの分かってるし、うんうん、特にビジネスの場合は結果を出すっていうやり方はもう出てるんで、うん、あのいろんな先人たちが結果を出していってるわけですね、うんうん、このマーケットの中のリーダーはいるんで、うん、そのリーダーが結果を出すってやり方はもう出てます、うん、それはもちろん開示されてない部分や、うん、そのいろんな要素があって結果が出てるっていうところもありますけども、うんうん、少なくとも目の前で何か売上や利益を獲得していくっていうやり方は、うん、そんなに難しいロジックではないんですよね、うん、なんで多くの場合は行動してないっていうのが問題なんで、うん、多くの問題は行動してないってやってないってことなんだ、はい、やってないですね。ほう。人はやっぱり悪気なくあっけなく熱意を失うし、うん、やらなくなるんで、うん、それはダイエットにしかりなんですけども、うん、ダイエットやるんだと禁煙やるんだって言ってもやらないじゃないですか、うん、基本的に続かないんで、うん、それを外側からどうにかして続けさせるっていう、うん、これだけでも十分結果が出ます、うん、痩せるとかダイエット、あの、うん、禁煙するとかっていうこれぐらいのもの、うん、でも実際これぐらいのものなんで、あの仕事で結果を出すってことに関しては何かやり方も分かってます、うん、やってることと知ってることとやってることを一致させるっていう、これを外側からちゃんとマネージするっていうのが一個の仕事です、ね、やり続けることが大事、やり続けさせることがコンサルの仕事。そうですね。秘訣なんか一個教えてください。同じ岸に立つ、はい、あとはチームマネージメントをする上でもなんか勉強になりそうですよね。問いかけることですよね。まずは問いかける、例えば、うん、会議をしていて、はい、参加メンバーの方に、はい、まあ、個人的なあの夢や目標ってどんなものがあるんですかって聞いて、いや年収1000万稼ぎたいですと、うん、あ1000万稼ぎたらいいじゃないですかと、うん、年収1000万稼いでる人ってどういうことやってると思います、うん、いや本よく読んでると思います、うん、ああ本よく読んでるかもしれませんねと、うん、
あとどうですか、やっぱ身だしみが綺麗ですよね、うん、生活習慣も多分ちゃんと、うん、ちゃされてるんじゃないかとか、うん、ちゃんとあのなんか夜は半身浴とかしてるんじゃないかとか、うん、であの朝早く起きてなんかニュースとかちゃんとチェックしてるんじゃないかと、うん、もう出てきましたね、ちょっと、うん、1個目からいきましょうかと、うん、はい、昨日本どれくらい見ましたか、うん、読んでません、うん、ああそうなんですね、うん、身だしなみに行きましょうか、うん、はい、身だしなみどれくらい清潔ですか今、うん、いやあんま気にしたことないです、うん、ああなるほど、分かりました、うん、生活習慣 の, あの、うん、お風呂半身浴機能されましたか、うん、いやしてません、うん、朝早く起きてニュースチェック、はい、今日 何時起きましたか、うん、やってないわけです、知ってるんですよ、うん、知ってるけどやってないわけですよね、うん、じゃあ知ってること一個一個やっていこうかと、うん、じゃあ本を読もう今日から、うん、何読むっていう話なんですよ、うん、で身だしなみきれいにしよう、うん、半身浴今日からやろう、うん、朝30分早く起きてニュースチェックしよう、うん、で知ってることをやるだけなんですけど、うん、やらないですよね、なんでなんですか、めんどくせえのかな、これはですね、うん、人間の恒常性というのが働くわけですね、はい、あのそのままでいるって生命を維持するっていう、うん、あの脳の仕組みなんですけど、うん、あの基本的にそんな新しいことやらなくても、うん、生きてはいけるわけじゃないですか、うん、1000万稼がなくても、うんうん、生きてはいけると、うん、人間のそのなんかこう OS ってそんな変わらないですよね、うんうん、500年単位ぐらいで変わるかもしれないんですけども、うんうんうん、基本的に生きてるんで余計なことしない方がエネルギー使わないからな、生きていけるってことに関してはそっち側を守ろうとしますから、本能的なのか、今の生活習慣を変えない方が、うん、こいつっていうか生命にとってはメリットがあるわけです、うん、なんでかっていうとそれまで生きてこれたっていう証明があるんで、うん、生きていける期待値が高いわけですね、はい、うん、だからいちいち新しいことをしない、うん、しようとしても、うん、向上性がガッと働いて、うん、同じことを繰り返させようとするっていう、うん、だから新しいことをしないですよね、うん、なんでそれを外圧をかけて僕のような、うん、あのアレルギー反応みたいなのが来て、うんうん、やるんだったらやろうぜっていうことで、うん、本を読むと、読みますって言うわけです、うん、なんとか何冊読みますと、うん、言うけど絶対やらないんで、じゃあ今買おう買おう、今買って、うん、で本を来てと、うん、で3日後にあの本 の, あの読書会やろうと、うん、で読まざるを得ないですよね、うん、読まないとそれと話できないんで、うんうん、それでも読まない人はじゃあ今すぐ今一緒に読もうって読ませるとか、うん、だからあれかライズアップのコーチのビジネス版に近いのか、まあまああこまでその短期的に具じゃないけどじゃないけどももうちょっと企業の文化をもらうことを変えていくっていうのをちょじわ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 っていく感じですね、それのそっかちょっとでっかいでっかい感じたらあれだけど、はい、別にライトもあれだけどそういうことか、コーチングってそういうことなのか、かなりこれに近いんじゃないですかね、だからまずは相手から情報を引き出す、うん、知ってることを引き出す、まあ、知らないことも彼の中から彼や彼女たちの中から想像できるようにこちら問いかけていく、うん、出てきたものを実際に具体的に実行に起こすっていう、うん、こんな感じですね。で今8から12社は、はい、年商とか明かしてないですか、年商明かしてない、僕の会社ですか、はい、僕の会社の年商は明かしてないんですよ、明かしてないですよね、ええ、でも全然もう野球選手自体よりバンと、それはもうだいぶだいぶだいぶ稼いでますね、だいぶ、はい、だいぶですよね、はい、で本も出したんですよね、はい、幸福論、幸福論ってありますよ幸福論、これ俺ごめんなさい読んでる途中でペンで汚しちゃったありがとうございます、読んでいただいて、これどういう本なんですか、これこれまあ広く自己啓発の本で、まあ僕がプロ野球を辞めてから、はい、まあ、プロ野球中もそうなんですけど、辞めてから何を考えてどのように動いてきたかっていう、うん、どうやってこう結果を出す人結果を出さない人っていうのを見てきて、うんうん、結果を出す人はどういう特徴があるのかっていうのを僕の中にまとめてグッとまとめて本にしたっていう、うん、どういう特徴があるんですか、いっぱいあると思いますけど、なんかかいつまんで言うと、今言ったものですよね、うん、行動に起こすのが早いってことですね、行動に起こすのが早い、すぐやる、はい、すぐやってましたもんね、車の中で電話したんですもんね、そうですね、うん、まあ、当時の僕がそうだったか分かりませんけども、うん、やっぱりすごい、まあ、成功は何によって測るのかっていうのはちょっと難しいんですけど、はい、まあ、この今のこの、ね、仕組みの中だったら一つは経済的な成功ってことを、うん、1個ありますよね、置いた時に、うん、経済的に成功を収めてらっしゃる多くの経営者の方々は行動を起こすのはむっちゃくちゃ早いし、うん、とにかく人の話を聞くっていう能力がすごいんですよね、うん、なのでやっぱり人の話を素直に聞いて、うん、そのことをすぐに実践していくっていうこの能力、うん、まあ、一言で言うと即応力とかすぐやる力、ね、はい、あとこれいろいろなんか今パラパラって見たら面白そうだったのが、言葉を変える、はい、なんか俺ほらすごい結構怠け者なんですよ、でちょっと見出しの目変えるのめんどくさいんですけど、言葉を変えるはできそうなんですけど、言葉はどう変えていくんですか、4つぐらいあるんですよね、はい、日常僕たちがもう生きている世界で、うん、自分たちが一旦ですね言葉に支配されて生きているっていう立場に立ってみてほしいわけですよね、言葉に支配されてきている、言葉に支配されてきていると、うん、それは魚には水が見えないように僕たちにも言葉が見えないと、うん、確かにたまたま言葉がある世界に生まれ落ちてるんで、うん、言葉を当たり前のように扱ってますけども、うん、この世の中を表現している
ものは言葉だとするじゃないですか、うん、例えば今日って外暑いですよねっていうのと、うん、思ったより暑くないですよねっていうのって、うん、同じ外を表現していても全く世界が違うものとして立ち上がる、うん、同じような感じで自分が扱っている言語が、うん、そのような言葉として存在させているのは自分の言葉であるっていう立場から見ると、うん、何人やっても難しいって人いるんですよ、うん、いや難しいですねと、うん、これ明日までにやっていただけますか、あちょっと難しいですみたいな、難しいっていう言語を一旦判断せずに面白いって言い直してもらえますかと、うん、この時間だけでもいいんです、判断しないでね、この時間だけでもいいんで、難しいは一旦禁句にしてくれと、うん、面白いと言ってくれと、うん、言うともう一回言いますよと、うん、これ明日までにやっていただけませんか、うん、面白いですね、うん、急に面白い世界になるわけですよ、うん、難しいって言ってたのは急に面白い世界に、うん、面白いかどうか置いといてですよ、うん、面白そうに見えてくる、面白そうな世界になってくる急に、うん、だから何々さんこの仕事依頼できますか、うん、面白いですね、うん、面白いですねみたいな感じになるわけです、ね、うん、こんな感じで難しい面白いに変換してみるとどんなことになるか、うん、何やっても忙しいって言ってる人いるんですよ、うん、忙しいですね、うん、いや忙しいんだよみたいな、うん、一旦忙しいを封印して、うん、大人気って言ってもらえますかと、うん、言うと今日忙しいんで無理です、うん、今日大人気なんで無理です、うん、大人気なんですかみたいな、うん、急に世界が変わり始める、うん、同じような感じで、うん、あらゆる世界の中に自分の言語がその世界を決定させてしまっているということがいっぱいあるわけですね、うん、おー、なるほど。なんで僕がこの本にも書いたんですけども、うん、ある中目黒のたい焼き屋さんなんですけど、中目黒でたい焼き食べたいなと思って待ってた、うん、そしたら僕の番が来た時に、うん、あちょうど今出払っちゃったんで、うん、今から焼かないとダメなんですよと、うんうんうん、もう7分待ってもらわないと提供できないんですよね、うん、大丈夫ですかみたいな、もう時間あったんで、うん、大丈夫ですよ、うん、でそれ聞いて後ろの人帰っちゃったんですよ、うん、僕の列の後ろの人、うん、で待ちながらこれすっげえ危険な言葉だなと思ってます、うん、7分待ってもらわないと提供できませんって、うん、7分待ってもらえたら提供できるわけじゃないですか、うん、これ言い方変えて、言い方変えるわ、お客さんついてますねと、うん、今出払ったばっかりなんで、うんうん、7分待ってもらえたら出来たてできますよ、なるほど、って言われたら、まあ、印象違いますもんね、元かな、うん、やっと出来たてかみたいな、うん、ってなるわけじゃないですか、うん、これ全然言葉で同じ世界を違うふうに表現するだけで、うん、お客さんの行動変わるわけですよね、うん、待とうかなって気になるわけじゃないですか、うん、実際この人は帰らなかったかもしれない、うん、焼きたてで食べれるラッキーって、うん、こんな感じのなんかテクニックというか、うん、言葉変えられるポイントって世の中に山ほど溢れていて、うん、これ一個一個エンジニアリングしていく感じですよね、その言葉を封印してこう言い換えてほしいと、へえ、いっぱいコツ書いてありましたよ、はい、言い切る、そうですね、言い切るって何がいいんですか、こちら側の覚悟が増えるって感じですかね、あ、自分に対してですね、はい、何とかだと思いますっていうのを禁句にしてくれってことなんですよ、はい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 、思います、書きたくなっちゃうんだよな、はい、俺も文章書いてると思ってることを言ってるわけなんで、はい、思いますで逃げるなっていうことを言うんですよね、はい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 、言い切ってくれと、言い切ってくれと、うん、こっちの方がいいと思いますよとじゃなくてこっちの方がいいですって、うん、言い切ってほしいんですよね、うん、そうすると急に責任を持つんで言葉に、うん、ごまかさなくなるので、うん、いいですって断定すると、はい、そうするとあいいですって断定するからにはちゃんと考えなきゃなっていうふうになるっていう、うん、こんな言葉の一個一個が自分にとってこうあえてストレスをかけていくわけですよね、うん、でそのこちら側の覚悟がどんどん増えていくっていう、そういうことか、はい、え、2つ目許可を取らない、どういうことですかこれ、今ちょっと質問してもよろしいでしょうかって言わない、はい、うん、あ、ちょっと質問よろしいでしょうか、うん、ダメって言われたら質問しないのって話じゃないですか、はい、する気なんだろって話ですよね、うんうん、だったら質問がありますって入ってこいと、うん、で今ダメだと、あ、今ダメって言われるじゃないですか、はいはいはい、でダメって言われるまで行けっていう話なんですよね、うん、だから今ちょっとお時間よろしいでしょうか、うん、電話してこれも書いたんですけど、うん、よろしいから出たんで、うん、いちいち確認するなって言われたんですよ僕、まあ、そっか、よろしくなかったら出ねえよと、はい、だからいちいちお前お金持ちになってよろしいでしょうかって聞くのかと、うん、勝手にお金持ちになるという話なんで、うん、いちいち許可を取って生きてたら、うん、お前許可ないと生きていけない人生になるぞと言われたんですよ、うんうん、だから許可取るなと、なるほど、生きていけって、生きていけと、3つ目のコツ、4つあるんですけど、3つ目のコツ、全ての出来事の責任を取る、はい、例題出てますよ、すみませんスープが落ちちゃったので変えてもらっていいですか、これ何になるんですか、スプーンか、スプーンが落ちちゃったので、スプーンが落ちちゃうことはないんですよ、うん、お前が落としたんだって話じゃないですかそうだな、だから落ちちゃったんでっていうふうに世界の側に影響責任があって、ちょっと多責思考出ちゃってるのか、はい、うん、私に影響は世界責任はありませんってことじゃなくて、うん、スプーンを落としたんで書いてください、うん、っていう話ですよね、そっか、例えばじゃあ今回テストができなかったじゃなくて私テスト勉強しなかったってことか、そうそうです僕書いたんですけども、なんか結局なんかテスト勉強忙しくてできなくてみたいな、うん、できなかったんじゃなくてしなかったと、うんうん、俺はテスト勉強しませんでした、うん、でいいじゃないですか別に、そうだ、究極の自責思考だな、はい、4つ目禁句を作る、これが
例のさっきの言わないってことを作るってことですね、うん、はいはいはい、はい、これ実は言葉を変えるっていうのは、うん、あのすごく意図が必要なんですよね、うん、自分がどんな言葉を使っちゃってるかっていうのをまず自分で気がつけないと、うん、そう塗り替えられない。言葉に無自覚じゃダメなんだな、はい、うん、ところが禁句を作るとものすごい意識する意識するんですよ、うん、で僕の場合は、うん、よく使う言葉があって、うん、ちょっとってことでよく使っちゃうんですよ、うんうん、癖で、うん、で分析すると、うん、ストレスがかかればかかるほどちょっと言っちゃうわけですよね、うん、どれぐらいちょっと使うかというと、うんうん、じゃあちょっと始めますか、うん、でちょっと資料準備していただいて、うん、でちょっと見ましょうかね、もう3回言ってるわけです、うん、これなんでちょっと出てくるのかなって言うと、うん、やっぱ責任のなさなわけです、僕の覚悟のなさなわけですよね、うんうん、で僕がある時に自分の仕事をしている映像を自分で撮って、うん、どんな言葉を俺が使ってるのか撮った、うん、見たらちょっと言いまくってるわけですよ、うん、こんなちょっとしたやつに、うん、コンサルティング頼みたいかと、ちょっと言うやつに、はい、うん、こんなちょっとしたやつに、うん、ダメだと、でちょっと封印しようと思うと、うん、封印って決めて話そうとすると出てくる、うわ、また一緒になってるみたいな、うんうんうん、また一緒になってるみたいな、禁句、うんうん、っていうのはかなりエネルギーがあって、うん、言わないってことを決めると自分がどれぐらい言ってたかってことに気がつきます。でもそれ結構マインドを変えるきっかけになるんですね。ちょっとっていうのは自信のなさの表れだったと、はい、言わないようにしようっていうところで、あ、俺今ここ自信なかったんだなみたいな、ちょっと自信持っていこうとか、はい、自信ないのはなんでなのかなって思考が進んでいくわけですよね。そうですね。そっか、じゃあ言葉意識的になるっていうのは結構大事なんだな。面白いじゃん、そういうことが書いてあるんですか、これ。そうですね、まあ、言葉を変えたりとか、うん、あとは、うん、まあ、価値の本質って何なのかみたいなこととか、うん、具体的にじゃあどうやって自分を行動として、うん、まあ、自分をある種働かせるかのように、うん、自分を外圧的にどう行動を起こしていくのかみたいなことを、うん、僕が言ってきたことを、またはよく成果を出す方がやられていることみたいなことをまとめて書いたんですね、うんうん、タイトル幸福論、はい、できない自分を受ける。どうしてこのタイトルにしたんですか。そのままの自分で成功できると思うなよって話なんですよね、うん、それは僕もそうは言ってもプロ野球選手になった、うん、ちょっとイケてると思っちゃったんですけども、うん、イケてると思ってるうちは自己で成功できると思いますよね、うん、俺も成功の本を読んでこのようにして成功できるみたいな感じで、うん、いけると思うんですけども、うん、多くの場合成功できないわけじゃないですか、うん、これだけ世の中に成功本が溢れていて、うん、成功する人が限られた人しかいない、うん、っていうのは何かあるなと思ったんですよ、うんうんうん、で僕がたどり着いたというかこの本の中で書いたのは、うんうん、まずは俺だってもっとできるんだっていうこの幻想を捨ててくれと、うん、俺も例えば野球の世界でもっといけるはずだって、はい、うん、だから前書きで書いたんですけど、うん、俺でも頑張ればいけるかもしれない、うん、俺はこんなもんじゃないっていうことではなくて、うん、お前はそんなもんだっていうことをまず認めてほしい、うんうん、まずちょっと現在地として、はいはい、お前はどんだけプロ野球の世界で頑張ったか知らないけど、うん、ヒット一本だろっていうことを認めなきゃいけないわけですよ、うんうん、やめるときに、はい、うんうん、やめた後もね、うん、6年間で相当僕練習しましたけど、うん、まあ、ある種問題解決をし続けたわけじゃないですか、うん、6年間、うん、でもお前の問題解決の結果はヒット一本だろっていうのを認めなければ、うんうん、あ、俺の問題解決能力はポンコツだと、うん、認めた時に初めて、うん、じゃあどういう問題解決がしたらいいんだろうって気になるじゃないですか、うんうん、ところが多くの場合結果を出せないんだけれども、うんうん、俺はいけてると、うん、俺が悪いわけではないと、うん、まだ俺だっていけるっていう、うん、その現実を着々視せずにね、うん、でも君の残した結果はこれだよっていうの、うん、まあ、それはそうなんだけど、うん、俺はそんなもんじゃない、いや、これが結果だからっていうことを認められない限りは、うん、新しい考え方、うん、新しい行動は起こらないっていう。で、諦めて先にどうすればいいんですか、それは。諦めて、うん、諦めるのも、うん、このなんかギブアップではなくて、ここサレンダーって書いたのは、うん、もうなんかこう やろうとしてることを諦めます、放り投げますってことではなくて、うん、もう降伏します、うん、私はもう新しいやり方を喜んで受け入れますっていう、今のやり方を諦めると。そうです、うんうんうん、そのやり方にしがみついているうちはそれでしか出ないよっていう、うんうん、僕が年俸580万だったんで、最高年俸が、うんうん、580万の内側で考えているうちは永遠に580万円の解決策しか出てこないわけだよってことなんですよね、うんうんうん、これもっと違うものを手に受け入れるには、うん、580万の思考の内側で考えていることじゃないものを取り入れていく必要がある、うん、これは何かというと不快感ですよね、うん、不快感や納得できないこと、うん、怖いことですよね、うん、僕も書いたんですけども、うん、あの電車に乗るなって言われたんですよ、うん、成功したかったら、うん、電車に乗らなかったらどうやって移動するんですか、うん、みたいな、っていうどうやって移動するんですか、こっちの中で反論が起こるじゃないですか、うんうん、いやでもっていう、うん、どうしたらいいんだろうって考えてる時に、うん、お前考えてるって言われて、うん、考えてるうちは永遠に成功しないよって言われたんですよ、うん、どういうこと、うん、お前のからここから先言ってくれませんでしたけども、うん、あの紐解くと
電車に乗るなって言われてどうしてかって考え始めると580万の内側の思考になるわけじゃないですか、うん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 、それを納得しようとするには、うん、でも580万の外側にあるんで電車に乗るなっていう思考は、うんうん、それ受け入れて勇気いりますよね、うん、ところがすごく勇気がいるし、うん、不安だし納得できないんだけれども、うんうん、あれもしかしてこれ納得できたとしたらこれまた580万の内側なんじゃないかという感覚がしてきたんで、うんうんまあ、電車に乗るなと言われたんで一回 乗らないでおこうと、うん、全部タクシーで移動してみよう、うん、めっちゃお金かかるけどっていう、うんこんな感じで、うん、自分がそのやり方納得できない、うん、いや理解ができない、うん、その理解ができないってことの方が金脈なんじゃないかと思ったんですよ、まあ、そうだよな Windows95 で考えてるから何かが動いてないその通りですね、はいうん、ちょっと新しいの入れようかとその通りですね、うん、したら動くって理解できるわみたいなそういう感じです、うん、ほうえタクシーは何だったんですか結局答えは彼が言うには、うんうん、成功している経営者はほとんど電車乗ってないよ、うん、みんなタクシーで移動してるか、うん、運転手がいるでしょっていう、うんそこから真似してみたらって言われたんですよ、うん、いやそれは成功したからそうなったんじゃないのって成功結果論じゃないかと思うんですけどねなんですけど、うんまあ、確かにそうなわけですよ、うん、それ事実としてそれが起きてるんで、うんまあ、そこから真似してみようかと、うん、いうことで真似してみたっていうまず真似してみてそうそうそう一回 OS 消し去るところから始めようかと、ね、いうことかへえ面白いなそういうことが書いてあるか自分の判断を極力介入させない介入させない、はい、あそう自分の判断できるうちはまだその OS の中で考えてるなそういうことですねちょっと分かんないことをとりあえずやってみるってことも大事なんだな、はいそれ多分高橋さんもあると思うんですけども、うんまあ、仮に新人の映像ディレクターみたいな人がこういうのが面白いと思うんですよ企画持ってきてこうやって撮ってこうやって、うん、全然ダメだなと、うん、例えばね、うん、こうやってやるこうやってやるそんなことやって大丈夫なんですかみたいな、うん、大丈夫かどうかお前が判断することじゃないだろうと思うじゃないですか、うんうん、こんな感覚ですなるほどな、まあ、そういうのありますよね、うん、ちょっとそうなんだよな18年映像作ってきた人とやっぱ1年目の人と見えてる世界違うんですよねそうですねそうなんだよな、そういう感覚か。そういう感覚です。それ野球選手もあるんですかね。ここ20年現役でこう打ってる人と、やっぱ5年目ぐらいの人とやっぱ違う見え方違うのかな。技術に関しての見え方ももちろん違うし、うん、勝負に関する捉え方、うん、全く違いますね。どういうことですか。僕がプロ6年目でクビになったじゃないですか。うん、でさっきも話した当時同級生で入った梶谷選手は、うん、今ジャイアンツで活躍してますけども。うん僕6年でクビになったんで、うん、彼との野球の会話って6年目で止まってますよね、うん、僕の野球界に対する見え方、うん、勝負に対する捉え方、うん、で彼はそこからどんどん成熟していって、うん、今17年目、うん、17年目とかだと思うんですけど、うん、たまに会って話すと、うん、全くレベルが違うんですよ、うん、全く理解ができない勝負感、うん、感覚やボールの見え方や、うん、野球打席に立って何を考えてるかとかっていうことを、うんうんこんな感覚で一流選手っているんだなと思うと、うんうん、それはもう全然見え方違いますね見てる世界が時に言葉すら通じなそうですよねそうですね感覚違いすぎてね、うん、そうか、そういうものなんだそういう経験値とか世界が違うそういうものなんだってところまず理解するところから始めるのがいいかもしれないですよねそうですね、うん、いろいろ話聞いちゃいましたけれども田村さんって最終的にどういう人生を送っていきたいんですかどういう人生を、うん、どうしていきたいんですか、まあ、目の前のことが楽しくやろうかみたいな感じですかそうですね、どういう人生を送っていこうかっていうことを決めないっていう感覚ですかね、うん、ああ、いいですね決めてもいいし決めなくてもいいんですけども、うん、うん目標にとらわれ目標達成とか目標設定を支援している立場なんですけども、うんまあ、それにとらわれると他のもの見えなくなるよねってことなんで、うんうんうん、まあ、エネルギー高く生きていくってことだけですかねエネルギー高くってどういうことですかもうちょっとなんだかこいつの周りにいると面白そうなことが起こるかもしれないっていう人っていますよね、うんうん、あの状態ですかね、うんうんうん、なんか高橋さんの近くで楽しそうなみたいな、はい、それを生み出すなんか根源的なもの何なんだか気になったけどやっぱ好奇心とか興味とか探求心かもしれないですねキャッチャーの時の、ねはい、分析とかっていうへえ面白かったですわじゃあ最後もう一回聞くんですけど、はい、じゃ高森さんはなんでベイスターズと野球界辞めたんですかクビになったからですねベイスターズはね、はい、野球界は野球界を辞めたのはそうですね自分の可能性にチャレンジしたかったからですかねいい言葉ですね、はい、自分の可能性にチャレンジしたかったからもう可能性が見えちゃった野球界じゃないとこ行ったのかそうですねしみるわその言葉しみますねありがとうございました今日は、高森経営コンサルタントですね経営コンサルタントの高森祐希さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたいやめっちゃ染みますねありがとうございましたありがとうございます新しいチャンネルをですね作りました
50で辞めて、はい、医者になるってどういうか、はい、50歳の頃に見えたんです、自分の先が。100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないか。好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、ひろきさん、渡部さんのあの伝統芸能見たいですよね。いただきます。うん、新ファンタスティック未来やった、新番組ですよね。はい、はい、新しい。日銀の話って専門的になりがちなので、柔らかく多くの人に分かりやすくしつつも、そういう決定版みたいな番組になればなと。核さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦力とかないわけじゃないですか。そんなことないです。なんでその北朝鮮、あ、そうもないんですか。いや、だからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。あ、田原さん来た。あ、ご無沙汰します。偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないのよ。正論言ったら偉くなれないからね。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、しながら、お話をさせていただくので、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。